皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、前回の続きですけども、イエス様にとどまるっていうことの大切さをお話しさせていただいたんですけど、じゃあどうやってイエス様にとどまることができるんだろうかということをですね、聖書から見ていきたいと思います。ヨハネの15章の7節です。お読みします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。アメン。ね、イエス様にとどまり、イエス様の言葉が私たちにとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。というんですね。イエス様にとどまるっていうこと、ね、どうやってイエス様にとどまるか。イエス様は見えないじゃないですか。でもですね、一つここでヒントをくださってます。私の言葉があなた方にとどまっているなら、ね、この聖書の言葉、ね、神様が私たちに語ってくださっているその言葉、ね、それを愛してその聖書のご命令に従っていくとき、私たちはイエス様にとどまることができるんだと言います。じゃあ何をすればいいか。で、一番ですね、大切な教えは何か。それは神様を愛すること、そしてその次に隣人を自分自身のように愛することです。ね、神様を愛す、ね、聖書をですね、深く学んだらいいと思います。でも聖書を全部知らないとイエス様の言葉にとどまれないか、そういうわけでもないですね。神を愛すること、そして隣人を愛すること、ね、ここに心をですね、止めて歩んでいく中で、私たちはイエス様の言葉にとどまっていくことができるんですね。10節を読むと、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです、ってあるんですね。イエス様ご自身も父の、神様の戒め、このですね、聖書の言葉、ね、律法にとどまっていた、そのように言うんですね。そしてそれにとどまっている中で神様の愛にとどまっていた。私たちはこの御言葉にとどまる、ね、御言葉を読み聞き従う、ね、この御言葉を愛して、それをですね、従っていくとき、大切にしていくとき、私たちはイエス様の愛にとどまることができるんだよと言います。そしてこのイエス様の愛にとどまると本当にすごいなって思うんですけど、7節、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます、って言ってます。神様は何でも私たちが必要なもの、欲しいものを求めたら叶えてくれる、与えてくれるってあるんですね。皆さん、この人生の中で成したいこと、ビジョン、ね、目的、目標あるじゃないですか。で、それはですね、神様が何でも求めたら叶えてあげるよって言ってます。しかし、どうやったらそれを受けることができるか、それはこれなんですね。私たちがイエス様の言葉に、この聖書の言葉にとどまって、神様を愛し、隣人を愛し歩む、神様を第一にして歩む中で、私たちの必要、私たちの願い、全て与えてくれる、そのように言うんですね。神様は求めることを叶えてくださる方です。あなたの心にある必要、また願い、それを叶えてくださることができるのはイエス様です。そしてそれは私たちが御言葉にとどまる中、イエス様を愛して、神様を愛して、神の愛にとどまっていく中で、それらを受けることができるんです。神様にとどまる中で、私たちは神様から多くの祝福を受け歩んでいこうではありませんか。では一言お祈りします。天の神様、ありがとうございます。主よ、あなたの言葉にとどまることができるように、あなたの御言葉を愛し、神様、あなたを第一にし、隣人を愛し歩んでいくことができるように、その中で私たちの必要が与えられ、また私たちの願いが叶えられていくのを見ることができるように助けてください。感謝し、期待し、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしてます。 God bless you.